選手権大会ただいま会場では本日参加全チームによりますレーロンパレードがスタートいたしました。今年の長崎レーロン選手権大会は職域対抗レースが6チーム、一般対抗レース16チームで予選決勝が行われます。本日のチームの紹介です。職域対抗レースは6チーム、宮殿グループ、宮殿工グループ、レーロン同好会、サイズガスグループ、ソニーセミコンダクター、三菱重工労組工学部、 KNFD 中学合同チーム、高野木、野崎、深堀、土井組の中学校の合同チームが KNFD 中学合同チームとなっています。一般対抗レースは16チーム、2AA、2AB、四季見、福田東部、深堀古屋敷、戸石 A 牧島、戸石 B 戸石、茂木、野保崎、近海長浦、君、長代町、都議町、西海市、そして天草蓮国町より天草蓮国庭論、兵庫県相生市より磯風総遊会、以上16チームが一般対抗レース予選決勝となります。ただいま会場では本日参加全チームの皆様方によりますレーロンパレードを行っています。この後準備が整い次第予選第1レースとなります。予選第1レースに出場するチームはそのままスタートラインに集合をお願いいたします。この後一般予選第1レースが行われます。一般対抗レースには16チームが参加しています。予選は3レース行われます。予選の組み合わせは前年度の上位チームをシードし、2チーム出場の地区県外チームが同じレースにならないよう抽選で決まりました。去年の成績は優勝が野茂崎で記録4分53秒98、準優勝が三重で4分55秒06と野茂崎との差はわずか1秒08でした。以下3位四季、4位深堀、5位茂木、6位都立でした。予選3レースの上位2チーム、計6チームが準決勝に進み、その他のチームは敗者復活戦に回ります。パンフレットには上位2チームが決勝進出とありますが、準決勝の誤りです。コースをご紹介します。向かって右側、水辺の森公園横からスタートし、長崎港口に向けて放射状に進みます。630メートル進んだところに折り返しの V があり、左回りして戻っていきます。袋は520メートルの計1150メートルです。直線のスピード勝負だけではなく、折り返しがあるところが大きな特徴です。コースはスタート地点を絡めとして扇状に広がっていきます。従いまして折り返しの V は真横ではなく円弧状にされています。折り返し V の間隔が50メートルで、中間 V が25メートル間隔に設置されています。各チームは中間 V と折り返し V の間を回らなければなりません。定められた折り返し V を回らなかったり、中間 V を越えた場合は失格となります。いかにスピードを落とさずに小さくターンできるか、先取りの腕の付け所でもあります。1ラインが陸上に立たされた2本の紐が重なった延長線です。目安として V がありますが、風や波で流されることがあり、正確な決勝線ではありません。なお、コース妨害は競技の上審判長が判断します。妨害したチームは失格となります。競技の上妨害したチームを除き再レースを行うこともあります。その場合の再レースは次のレースの後に行います。さて、現コースとなってからの最高記録は2012年平成24年兵庫県相生市の磯風総遊会の4分45秒69です。決勝進出は5分を切ることができるかが大きな目安となります。
コースは手前、松ヶ江川が1コースで、奥に2コース、3コースとなり、6コースまであります。また、折り返しの部位は手前、1コースから白、黒、赤、青、黄色、緑と色分けされています。この後、一般予選第1レースが行われます。スタートは陸上から伸びたロープを船尾に固定し、海面のスタート固定ロープを3番街から5番街の選手が落ちます。コース上の波が穏やかになっていることを見極め、ドルフィンボートにいる海上審判長が紅白の市松模様の発送機を振り上げて買い上げとなります。この買い上げでは船と船との間隔を保つ1番街と2番街以外の選手は貝を海面上に上げて発送を待ちます。そして発送機が振り落とされてスタートです。フライングなどスタートが不完全と認められた場合は、海上審判長が発送機を横に振り、レースは中止になります。フライングは2回まで、3回目で失格となります。一般予選第1レースです。今年の大会一般対抗レースには16人が参加しています。予選は3レースで行われます。予選の組み合わせは前年度の同一チームとし、2チーム出場の地区県内チームが同じレースにならないよう抽選で決まりました。予選3レースの上位2チーム計6チームが決勝に進み、その他のチームは敗者復活戦に回ります。令和6年度長崎メイロン選手権大会、最強を目指せ、まもなくスタートです。それでは予選第1レースに出走するチームをご紹介します。手前第1コース、目標は決勝進出、長浦地区として初参加、大越の練習をこれまでかと積んできました金海長浦、スタートダッシュを決めたいところです。第2コースは黒のシャツ、2016年以来の大会参加、目標は5分10秒君。そして第3コースが決勝進出が目標、長与町。第4コースは去年の覇者です、2連覇中3連覇を目指す野本。そして第5コースが決勝進出を目指す一番街は女性、牧島美恵さん、福田東。一番奥第6コースが去年は表彰台まであと1秒でした、去年は決勝4位の深堀古屋敷となっています。Thank you.